ハーシェル・ゴードン・ルイスは、アメリカ合衆国の映画監督。ホラー映画のサブジャンルである、スプラッター映画で最も有名である。ゴアのゴッドファーザーと呼ばれるが、彼のエクスプロイテーション映画作品には、非行少年映画、田舎が、主題のコメディ、ヌーディ・キューティ、ー、日本の子供向け映画さえ含まれる。ルイスは、当初、映画、プライムタイムで、制作者としてこの世界に飛び込んだ。 これは1910年代後期以来、シカゴで制作された最初の公開作品だった。彼はそれ以来、自分の関わった映画のほぼ全作品の監督を務めている。ルイスと伝説的なエクスプロイテーション映画制作者、デイビッド・ F ・フリードマンとの一連の共同制作映画の一作目は、ヒュー・ヘフナーとプレイボーイの始まりを描いた、リビング・ピーナスである。 二人は1960年代初期にエロティックな映画を制作し続けた。これらの映画は、各々の経歴を生かした、綿密な打ち合わせの下に企画され、もっぱら利益を上げる意図のみで制作された。これらのヌード映画の代表的な作品が、スクリューボールコメディ、B-O-O-I-N-G と、アドベンチャーズ・オブ・ラッキー・ピエールで、わずか7500ドルの制作費で、 コンビに工業的な大成功をもたらした。当時はまだ映画での性的描写の規制が厳しく、ルイスとフリードマンの初期の仕事の大半は、最初のヌーディストのミュージカルが歌い文句であった、ゴルディロックスザ・スリー・ベアーズのようなヌーディスト映画からなっていた。ヌード市場が衰退し始めたのに伴い、ルイスとフリードマンは1963年に先駆的映画、地の祝祭日で、 未知の領域を開拓した。この作品は最初の5話映画であると大部分の批評家によって認識されている。この種の映画は先例がなかったため彼らはこれまでのエロティック映画では敬遠されていたドライブインシアター市場の需要に応えることができた。2000人の狂人とカラーミーブラッドレッドは同じ手法で制作された。これらの映画で表現された フルカラーの流血はマンネリ化したショッキングな視覚効果で飽和状態であったホラー映画制作者たちにセンセーションを引き起こした。ルイスはカラーミー・ブラッドレッドまでの3本で一旦フリードマンとのコンビを解消したが、スプラッター映画の制作は1970年代まで続けた。ルイスの次のスプラッター映画はほぼ2時間という比較的長い上映時間のために、 しばしば、ゴア版の風と共に去りぬと呼ばれる、1967年のテイスト・オブ・ブラッドまで待たれた。続く、悪魔のカツラヤはさらにこの路線を過激に押し進めた作品となり、それは犠牲者の一人の頭皮を電動カービングナイフでハグ、場面が象徴している。ルイスの第3期スプラッターは、ジャンルをさらに凶暴で、衝撃的な領域に押し進めた。 地の魔術師には、お定まりの情け容赦ない手口で協力者の手足を切断するステージマジシャンが登場する。1973年までに、ルイスのスプラッターへのアプローチは限界に達し、それ、事態を風刺し始めるようになった。これが、ゴアゴアガールズの出演を呼び物とした以降、彼が映画から中髪を引いた理由である。彼は、 コピーライターとダイレクトマーケティングの仕事をするため映画界を去る決意をする。ルイスはオリジナルビデオブラッドフィーストケツの祝祭日にの監督として2002年に映画界に復帰した。60年代の終わり頃、ルイスはかなり規制が緩やかになったセックスプロイテーションの世界に戻った。それらの映画は世に知られることもなくすぐに忘れ去られた。 ルイスの1972年の映画、ブラックラブは、出演者すべてが、アフリカ系アメリカ人というエロティック映画であったが、完全に紛失した。また、やはり紛失したと伝えられる日本のヌード映画、エクストシース・オブ・ウィメンと、リンダーアボリーンは、マンソンファミリーが居住する、ほんの数ヶ月前のスパーン牧場で撮影されたことで、有名なレズビアンウエスタンである。 イヤー・オブ・ザ・ヤフーも紛失したと考えられていたが、現在完全なプリントが密造紙を扱った流血映画ディス・スタッフ・エル・エル・キル・ヤーとカップリングで DVD 化されている。悪名高いスプラッター映画以外にも、ルイスは60年代にあらゆるジャンルのエクスプロイテーション映画を撮っている。彼が開拓したより近畿なテーマの映画には少年犯罪を扱った ジャストフォーザヘルオブイットスワッピングを描いたサバーバンルーレット音楽業界の腐敗を取り上げたブラスト、オフガールズ、否認をテーマとしたザガール、ザボディー、アンドザピルなどがある。彼は子供向けの市場も開拓した。1966年のジミー、ザボーイワンダーと1967年のザマジックラントオブマザーグースは 外国の長編漫画の内容を水増しして作られた。低予算にもかかわらず、ルイスは常に臨機応変な仕事をした。彼は未完成映画の権利を買い取り、自ら完成させ、モンスター55と解外した。長年を経た後、この映画はテレビ番組ミステリーサイエンスシアター3000で放映され、評判となった。同じ手法で彼は、 ザボルテックスという未完成心理劇映画をスティック・イット・イン・ユア・イヤーとして地の魔術師と抱き合わせで公開した。この取り組み方はルイスの抜け目のないビジネスの再確を示している。双方の映画に対する権利を所有することによって当時は工業収益をごまかすことが多かった劇場側に売り上げを騙し取られずに済むということを知っていたのである。2006年ルイスは ボリー・スタファルの栄誉を殿堂入りを果たした。また2004年のホラーコメディ映画、チェーン・ソ・サリーに亀を出演し、ジョニー・マーティン・ウォルターズの長編劇がアメリカン・カーニーバルの1エピソードに登場した。地の魔術師は2007年の映画、ジュノ・ジュノでジェイソン・ベートマンが演じたマークのお気に入りの映画と設定されている。2016年9月26日に成居。 87歳ボーツ。広報担当によると就寝中に池を引き取ったと見られており、死因は公表されていない。ありがとうございます。